はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ打ちなんですけども、今日はケットやっていこうかなと思います。今日でケット10戦環境が終了します。来週からケット5戦という新環境に生まれ変わるんですけども、まあね、この今の環境結構ね、面白くて、はい、まあ、10戦から5戦になる、なかなか思い出も詰まっていまして、まあ、めちゃめちゃ回数が半分になるのめちゃめちゃ悲しいんですけども、あ、僕花粉症です。そんで今日使っていくパーティーはこんな感じなんですけども、4枠目ご覧ください。初代無双様、そしてほかげ様の千住柱間さんなんですけども、この方情報修正されました。まさかの無双が情報修正というね、まあ、結構、まあ、ざわついたんですけども、HP 等々がちょっと上がって必殺が 550% になりました。数の火力では最高火力ですね。キラー込み込みやったら他のキャラクターいるんですけども、キラー出ずして数でこの火力なかなか凄まじいと思うんで、友情技もクソ強化されて、バフ回がつきました。で12まで持ってったら、ケットの場合必殺ダメ 33% アップというのがつく。これもめっちゃ強いね。んで特性も通常ダメ 25% 永続がつきました。はい、なかなか通常ダメに全振りされた、まあ、情報修正になったんじゃないかなと思うんで、無突、幻突ゼロなんですけども、攻撃力がまさかの2815というわけで、なかなかすごい火力誇っているんで、ぜひとも使っていこうかなと思います。1枠目ルフィ&エース2でバフしていきまして、2枠目エクゾディア遊戯でバフんで、量産レモンでダブルバフで、ラスト無双さんでゴリまくる。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、今さっき僕ウィダーインゼリーで10秒チャージしました。あれ思うねんけどさ、10秒で飲める？僕絶対に20秒ぐらいかかってしまうんですけども、僕が飲むん遅いんか、巷が飲むん早すぎるんかっていうのはよくわからへんねんけど、なんかね、噂によればなんか口にダイソンつければ飲みやすいらしいですわ。はい、これ4個割でしょうか。いや、4個割で弱体化つけられたか。ここの弱体化うっぜーな。まあでも、どう頑張っても防げへんので、まあ適当に割っていこうかなと思います。火力以下ほどというわけで、いや。さすが限定またな悟空班。なかなか火力出ますね。さあ、百脚を発動されていきまして、相手さんこれは3個割でしょうか。まあ、バフ回答等々されていったというわけで、まあ、量産レモンおるんで弱体化は完封できていると、まあ、百脚を発動するんで、まあ、どっちもどっちやったんですけども、ラス枠弱点取ってるんで、もう勝ち確でしょう。はい。やっぱりね、ラス枠ジョルノかひなかげ、そして、あの人ギウさん、あの人たちでね、もう溢れ返っているんで、だからね、やっぱり緑ドアンテやね。割っていきまして、2個割と、ここもうちょっとつながってほしかったんですけども、ダメージ以下ほどというわけで、おー、結構入りますね。さすがですわ。さあ、ここでアドバンテージ30万なんですけども、いや、絶対ひっくり返せるわ。ひっくり返せる自信しかない。ぜひともパワーアップした柱間さん、ウィーダーインゼリーバフもかかっているんで、ぜひとも頑張っていこうかなと思うんですけども、必殺5個割。相手さん 270%、こちら側 288%。魚雷合わせて 310% です。火力以下ほどでしょうかっていう感じで、これえぐいぐらい出るんちゃう？ダメージどんだけ？ハハハハハ、肝火力オツ。まあ今日はこんな感じで頑張っていこうかなと思うんですけども、言うてね、ビビ情報修正なんですよ。そんなに言うほどバカ強くなったって言うほどではないんですけども、でもこのビビ調整、無双さんにとってはなかなかなんですよね。やっぱり攻撃力も確か上がったんでしたっけ。ちょっと詳しいことはよく覚えてへんねんけど、ステータスが強くなったっていうのはほんまに
優秀じゃないかなと思いますね。で僕ここなんで次地属性のエクゾディア遊戯の赤をぶっ潰す融合風合を僕がなんで積んでんの。ぜひとも次になったら変えていこうかなと思うんですけども、怖いところがね、今こうやって言ってんのに2秒後ぐらいには忘れているという状況なんですよね。皆さんご存知でしょうか、鶏という生き物はですね5歩歩いたら5歩前の記憶忘れているらしいんですよね。だから歩いてあれ何してたさっきっていう状況が多々発動しているらしいです。はい、それなんでそれいかほどというわけで、まあ、もうこれカット。さすがにね、ヒツガエ隊長ちょっと待ってくれ、2枠目にキー取られてたんですけども、その下ぐんと見たら4枠目も地獄やないか。これ地獄広がってんのにこの先進まなあかんの、これが勇者という生き物。なんか2枠目青めちゃめちゃ大なってきたな。やっぱ限定ローとかちょっとね、赤属性2枠目が最近強くなってきてるんで、その影響からでしょうかね。まあ、限定剣心に関してはまあ前々からいたんで一概にはそう言えへんねんけど、ただ圧倒的に昨日今日で多くなった印象があるんですけども、ぜひとも気のせいなことを望んでいきたいんですが、ここに関しては、一番あかんところに着地していきまして、デクで前言撤回していきながらの結果往来というわけで5個割ですかね。はい、スンバラ、いやーここの火力気もない剣心さんの、はい、いかほど、はい、ふざけー、なんなんこの火力終わってるゴリ終わっているんですけども、んでここ無双さんと、これは3枠ぶっぱ狙っていくとかいう変なパーティーですか。ねあーこれはきつい、いやこれはきついな。はい、3、4、あーいやこれはどう頑張っても無理じゃないかな。さすがにこれは先に発動していきまして、つなげるムーブでいこうかなと。スンバラ、まあ一応ガードとかは張ってるけど、いや無理じゃね、ここ耐えても次まさかのクラピカなんで無理じゃね、ダメージいかほど。んー、まあ頑張ってくれた。ここはあっぶんね、いやただ属性がもうすべては属性なんですよね。ここ等倍やったら多分生きてたと思うけども、いや一応ねバフ等とあんま解除されてへんからあれやねんけど、3個割、いやでも厳しいもんがあるんとちゃうんですかね。これはやっぱり手塚部長とかやった方がいいんかな。部長強すぎるんでね、絶対に。割っていきまして、オッケー、百鬼夜行は発動できている。素晴らしい。アドバンテージは50万ぐらいか、あいつ、441! 何この火力、金も。こちら350に、まあまあ負けてへんけど。400! それは無理やな。どう頑張っても無理でしょう。はい。あ、無理。はい、というわけでパーティー変えまして、ちょっと甘ったるいこと言ってられないんで、ガチパ使おうかなと思いますね。やっぱ部長に落ち、うわ、ほんま2枠目。2枠目なんでそんな青多いん？しかもスカイウォーカーってお前、スターウォーズちゃうんか？帰れ。どういう方向音痴が発動してこのジャンプ地の世界に入ってきたんですか、このフォースの持ち主は。なんでなん、ぜひとも帰ってほしいんですけども。相手さんこれは金もここの4個割キモすぎやしませんかね、大丈夫でしょうか。ここに関してはまあ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 、まあ、一応まあバカ回復等々はできんねんけど、相手さんバフ回積んでへんでしょ、やっぱ3枠ぶっぱパーティーには対抗できねえんじゃねえのか。はい、ダメージ以下ほどというわけで、ここエグソ
ここのダメージエグそう。あら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 。ただでもローの回復力まあまあ生きてるんじゃないかなと思いますね。ぜひとも僕もフォースの力宿っていきまして、はい、あれあなんか光ってる剣で首ぶった切っていこうかなと思います。鬼滅のフォースなんですけども、相手さん4個割と、いやここ一応バフ吸うことはできるけど、このナイトメアルフィのバフが残るな。 80% ぐらいのバフえぐすぎやしませんかね。まあ、百鬼夜行発動していきまして、まあ、一応割っていくことには成功できている。いやここでどんだけ入るやろ。ダメージめちゃくちゃ入りそう。まあ、こっちも結構入っている。あいつさんは、はい、お前強すぎやわこいつほんま。やっぱ3枠ぶっぱパーティーえぐいね。うん、そりゃあね、異次元から転送されますわこのお方も。強き人間を求めしフォースの世界なんでね、異世界も転生されてもまあおかしくはないんですけども、ここ5個割ぶち決まっていくんで、着地がゴミ。これ100脚を発動できるな、素晴らしい。バフ的にはもう負けまくっているんですけども、 251% こちら側 400% 魚雷合わせて、まあマイナス分がそがれたぐらいやねんけど、さすがにこのアドバンテージひっくり返せるほど無双さん強くはなってないんですよね、いかほど。というわけで頼むー。はい、空想2枠目なんでこんな青多いの。僕殺しなんですけども、やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。というわけで肉か、いいね、センスを感じる。ただ1枠目に必殺3個割、はい、センスのかけらもないというわけで、あーこれは厄介やな。相手さんまあバフそんなしてないんでダメージあんまり食らわないと思うんですけど、まあまあまあ必殺3個割でこの火力はまあ抑えれた方なんじゃないかなと思います。まあ、肉のあれかな、クッソ耐久害悪パーティーですかね。まあこのパーティー使ってる分には僕と相性が抜群群なんで、まあこの人とはまあいいお友達になれそうなんですけども、ほう、まさかの割ってこなかったというわけなんで、ここはまあローさんでぶった切っていこうかなと思いますね。まあ、さっきからね、2枠目になんかようわからん人たちが多かったんで、はい、ちょっとこの人には何の恨みもないんですけども、ぜひともね、まあ、サンドバッグとして8つ当たりしていこうかなと思います。ダメージいかほどというわけで。いやー、やっぱ軽減強いなー。こんだけ割ってんのに、おー、邪魔プチくん、ナイス。右側集中攻撃と、いうわけで、右利きの人アンチになっていきまして、ここでまさかの攻撃バフ回。それは相手さん戦略かやな。だいたいここ、必殺ダメ解除する人が多い、僕も含めてなんですけども、なるほどですね。ただまあ、バフ、全然積まれてないんで、まあ、ダメージは全然出ないんじゃないかなと思います。んで、吸収するバフが何もないという状況で、はいと、ほぼ HP フル満タンとなりました。はい。まあ、無双さんのいいところはね、逆襲とかじゃないから、いくら HP 回復してても、ゴリ火力出るっていうのがまあ強み。だからまあ、このパーティーと結構無双さんは相性がいいんじゃないかなと。思います。これ必殺何個割や、6個割ぐらいまで見えるんですけども、あ、7個お姉さんまで見えるんですけども、まあ、着地的にはゴミかな。 OK、 ただ6個割か。おー、ミッションインポッシブル神。必殺6個割のひな影と、まあ、普段通りやったらこれ脅威でしかないんですけども、今回のあいつさんバフを全然積んでないんで、非力にも程がある。なのでいけるんじゃないかなと。僕はウィダーインゼリー飲んだムキムキマッチョマンなんで、まあ、こんなね
か弱い男の子には勝てるという状況なんですけども、いかほど。あ、そんなダメージ食らわん。このダメージの出なさにちょっとびっくりした。さあ、というわけでラスト1回やっていこうかなと思います。今回ちょっと属性に嫌われまくっていますね。いやー、限定ローか。このロー使ってる人僕初めて見たわ。僕は昨日からめちゃめちゃ愛用してるんですけども、なんだかんだ使ってる人見たん初めてやな。流行ってへんのかな、僕だけなんかな、こんなに気に入ってんの。僕この限定ローの性能めっちゃ気に入っているんですけども、相手さん、あー、ここワンのはまあ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 許そう。ローでバカ割りされるよりマシやな。うん、まあ1枠目でちょっと20万も HP 減っている、これバグなんでぜひとも問い合わせていこうかなと思うんですけども、ここに関してはうまいことつな、あ、これどうなってもつながよし、素晴らしい。5個割決まるかな。 OK、 安定の5個割決まっていきまして、相手さんこれ全然つながらんので、おーしょ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 ー、割られたとしても2個割ぐらいかな。 OK、 あ、割らないムーブはかなり熱いぞ。これなんで熱いかっていうと、僕先行取ってるんですよね。で、次ナイトメアルフィでしょ。ナイトメアルフィでこの盤面に散らばった必殺をもうほぼ全部割りされた場合、この部長で吸収できるんですよ、そのバフを。ちょっと今回の無双さんの火力めちゃめちゃ楽しみなんですけども、今回どっちにしろ割られるんで、これに関してはまあ2個回収するほかないな。これはしゃあないな。うん、まあ、回収していきまして、はい、と、うーわ、相手さんのちょっとねえ、なかなかうざいんですけども、これ全部回収するくね、全回収するくね、これ。あ、激アツ。これ 100% ぐらいのバフ、ありがたいことに。はい、バフさんご来店です、ありがとうございます。これ何パー吸収できた、かなり吸収できたと思うんですけども、110%、金も。部長さん強、 110% を相手から解除しつつこっちがバフするっていう、キモすぎるんですけども、まあ百鬼夜行発動していきまして、相手さん火力的には 108%、 あ、余裕やな。これはこれはいくら逆襲といえど勝ったんじゃないかなと思います。あー、まあ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 、百鬼夜行発動しているんで弱体とかも完封できている。まあガードちょっと厄介やな、ここのガードがなかなかまあ効いていると思うんですけども、まあそんなん関係なく情報修正した無双さんは強いので、まあ、買ってくれるんじゃないかなと思います。ダメージ以下ほどというわけで、はい、全然食らわん、無双さん。あら、オーバーダメージしない。そんなに強くない。